おはようございます。3時に帰ってくるかな。3時という想定にしよう。と銀行とあとスーパーに行こうと思って町まで出てきた。まあ、銀行はついでなんだけど、今日食べるご飯のちょっと材料を少し買い足したいと思って町に出てきたけど、結構風も強くて、なんかチラチラ雪みたいな降り始めて、ちょっとついでのついでで郵便局も来てみた。チラシだけだ、広告だけ。でもキュウリが99セントだって、安っ。食べきれるかな。この高い卵買う。ちょっといい卵が欲しくて。ただいま。めっちゃお腹すいた。でも炊飯は始まってるけど、もちろんまだ炊けてないので、ちょっとコーヒーでも飲もう。売れた状態で安く売ってたかな、このパッケージされて。あ、少ないのを探せればもう見つからなくて、でももう本当に今食べる頃過ぎたぐらいだから、悪くならないように食べきれるか分かんないけど、まあ買ってきちゃった。これを今2本ぐらい食べちゃおうかな。2本食べ過ぎ。いつもホミンが座ってるパソコンのテーブルのところでパソコンを見ながら、あ、お腹めっちゃ鳴っちゃった。バナナとコーヒーよいしょ。ホミンが私がいつも使わせてもらってるラップトップ、それを持って韓国に行っちゃったから、もう新しいパソコン使い方教わって、編集したりしてる。まだ慣れないけど、おいしい。
もう一個食べちゃう。あと30分でご飯が炊けるから、その前にこれで食べてコーヒー飲んだら準備しないと。ハマってる？ハマってるのか。今日はこれですき焼きにしようかなと思って、まあ、豆腐買ってくればよかった。まあいいや、揚げ豆腐があるから。まあ材料も肉の質もそんなに良くないだろうから日本ほど美味しくできないと思うけど、あと卵、生卵を食べたかったから、だからすごくいい肉を、いくらにいい卵買ってきた。これを生で食べて平気かはちょっとわからないけど、まあ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 いいでしょう。これを見ると、薄めずそのまま使えて、牛脂を敷いて、あ違う、何を敷くんだろう、そう、牛脂を敷いて長ネギを炒めてから注ぐって書いてあるけど、牛脂ないから、まず炒めて変えるのがいいのか、もう無視した方がいいのかわかんないけど、とりあえず材料を混ぜて、肉を1枚だけ焼いて、その油で焼こうかな。肉をちょっと入れて、なんか味が濃そうな気もするけど、いただきます。
よいしょ。タレがすごい結構濃いけど甘くて美味しい。卵も美味しい。冷たいほうじ茶。卵2個足し、ちゃうかな。多分何日か連続ですき焼きかな、うどん入れたり雑炊したりして。お腹いっぱいだけど最後卵もったいないからご飯入れた。Yeah.